はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は10月の22日で火曜日です。空はね、晴れてますね。いや、今日はいい感じでね、晴れてます。暑くもなく寒くもなく、僕の体調はね、正直言うとね、あんまり良くない。今日はね、ずっとね、朝からね、なぜか下痢なんですよ。散歩はね、絶対ね、行きたいと思います。もうね、はよね、体調整ってくれたらいいんですけど、皆さんね、コメントでね、ご心配おかけしてます。いや、励ましのコメントとかね、全部読んでます。ありがたいことです。ありがとうございます。もう早く良くなってくれたらいいんですけどね。ねえ、きゅーちゃん、昨日ね、じゅんちゃんね、きゅーちゃんのね、食パンで遊んでたんですよ。ねえ、きゅーちゃん、それが見てたらね、食パンを冷蔵庫に入れようと一生懸命で入れようとしてるんですよ。キューちゃんはね、ほんでね、この時ね、食パンじゃなくてハンバーガーに次ね、気がそっちに行ってるんですよ。食パンの次はハンバーガーね、キューちゃんで、食パンをね、ジュンちゃんに貸してあげてたんですけどね、ジュンちゃんがその食パンを一生懸命ね、冷蔵庫に入れようとするんですよ。で、冷蔵庫に入れてたんですけどね、もうその瞬間を見てしまった。で、ほんの冷蔵庫の中から、ハツがね、食パンをまた取り出そうとするのよ。ほんで、純ちゃんね、怒ってたんだよね。にゃーって言って。ねえ、きゅーちゃん。きゅーちゃんもうどうでもいい感じ。もうね、気分はね、ハンバーガーに行ってしまってるから。昨日ね、ハツときゅーちゃんが、キッチンに来てね、純ちゃんがいない、純ちゃんがいないって言うんですよ。どうしたのって聞いたらね、純ちゃんがいないんだって言うんだけど、いや、その辺いるでしょって、純ちゃんよく隠れるから探してみてって言ったらね、2階とかね、探してたんですよね、ハツが。まあ、キューちゃんも探してたんですよ。で、次ね、どこにもいないから庭の方も探すって言ってね、で、庭出しちゃったんですよ。で、探してたんですけどね、いないいないいないって言ってね、言ってたんですけど、で、またね、リビングの方に戻ってきたら、パッと後ろ見たらね、なんかソファーがね、もぞもぞもぞって動くんですよ。あれ?って思ってね、なんだいこれ?と思ったんですよね、キュウちゃん。いや、これどう見てもね、ジュンちゃんやと思ってね、ソファーのね、カバーの中に入ってるんですよ。そこでもぞ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 動いてるんですよ。で、ハルトキューちゃんがね、こいつ誰やっていう感じでね、なんかもぞもぞ動いてるのを見てたんですけどね、結局ね、中開けたらね、ジュンちゃんやったんですよ。で、ハルトキューちゃんもね、ちょっとほっとしてね、寝ちゃったんですけどね、ほんまジュンちゃんはね、のんきなもんですよ、毎日毎日のんきに暮らしてます。もうね、猫になりたいまあ、純ちゃんの毎日の一日のルーティンって言ったらね、だいたいね、朝寝坊して起きたい時間に起きて、次ね、朝ごはんは食べたい時に食べて、で、朝ごはん食べたら次トイレ行ってうんちして、自分のお尻によってあー臭って言ってほんで、キューちゃんにお尻クンクンされてね、にゃーってまた言うてね、で、またお昼寝するんですよ。ほんで、次ね、ハツがね、見回り行くぞ、見回り行くよって言うてね、ジュンちゃんを誘うんですけどね、それで見回りが始まって、
2階を見回りして、次下を見回りして、ほんで終わってからね、まだにちょっと遊んで、また昼寝してで、僕がご飯食べようかなと思ったらね、ちゃっかり席に座ってるんですよね。いや、ほんまにね、猫になりたい、飼いになりたいとかいう映画あったけど、猫になりたい。今日のニュースは500円玉そっくりのね、コインがあるみたいなんですよ。それが韓国のね、500ボンっていうコインみたいで、日本のね、500円玉とね、そっくりなんですよ。それが全国各地でね、出回ってるみたいで、まあ言うたら間違ってしまうんですよね。まあ価値で言うたらね、10分の1とかなんか書いてたかな。とにかくその韓国の500ウォンとかいうコインが日本でちょっと出回っててね、よく似てるから間違って使う方もいるし、まあそんな感じになってるようです。いや、ほんま似てるんですよね。あとはニュージーランドの空港でハグの制限時間が3分っていうのを書いてるんですよ。まあお別れの時にハグってするじゃないですか、あちらの方とかは。それを3分以内に終わってくれということです。まあね、そこの空港は15分だけね、無料の駐車場があるんですけど、そこに止める方が多分長いんでしょうね、超えて早くしてくれということで、ハグは3分以内っていうのをね、看板を出したみたいなんですけど。ジェンちゃん待ってた、ジェンちゃん。完全に寝てる。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のね、ご飯のね、お茶漬けです。今日もね、あんまり食欲がないんで、もうね、これでいいかなと思って、もうね、無理やり食べるっていう感じ。いや、食べとかなあかんかなと思って。お茶漬けならね、ちょっと食べやすいんですよ。はい、美味しいです。今日の朝ごはんはこれだけです。アキとピューちゃんはこの辺にいます。ジュンちゃんは今ね、ソファーでね、ブースから寝てます。はい、今日はこんな感じです。